花ちゃんメイクしてる。マジみんな元気やな。私はあれですよ、ジム今あれですよ、あの緊急事態宣言で行けないです。だからお家で筋トレするしかなくて、筋トレはしてます。でも別にそんな大してやってないけどちょっとだけしてます。最近まあなんかリハの時とかはメイクしてないから、そうツアーのずっとね、今はねツアーのねリハしたり、まあお仕事したりって感じです。ジムはでもね頑張って行ってた時は本当にね、めっちゃ頑張ってた時は週になんか4回とか結構行ってた時期があって、もう仕事の前に行って仕事の後にも、あ1日2回は行ってないけど、その仕事前に行く日もあったり仕事の後に行ったりとか、なんかその時はまだそのなんだろう8時とかじゃなかったんですよね。なんか今8時とかまでで絶対に閉まっちゃうから、そう結構夜遅くまでやってたんですよ。なので行けてたんですよね。そうですごい頑張ってたんですよ私。そうなんか頑張ってて週マジで4近く、まあ、3週4ぐらいで行ってて、そう計算したら1回 3.8 なんか週に なんかそんぐらいで、わめっちゃ行ってるわって思って頑張ってた時期もあったんですけど、でも忙しくなったり、あとまあ結構そのコロナで夜がなんか8時ぐらいまでに閉まっちゃうようにこうなってから全然行けなくなっちゃって、もう仕事終わりに行けないじゃないですか、やっぱ8時に閉まっちゃうと。だから週に2回ぐらいかなとかしか行けなくて、そうでも今はあの東京緊急事態宣言中なので、そういう施設は結構閉まってるので今はずっと行けてないんですけど、そう一時期はすごい頑張ってました。そう仕事行ってジム行って配信したり、配信してジムに行ったりとか、ジム行って仕事行ってとかしてました結構なんですけど、今はあんま行けてないですね。今はあんまっていうか一個も行けてないですね。だからお家でねあれするしかない。そうまあ今はしょうがないかなって感じですね。配信してからジム行ってることもあったね全然。とか結構お風呂上がり配信多かったと思うんですよね、その時期。そうお風呂上がり配信の時は大体多分ジムに行って、ジムに行ったらもう汗かいてるから、多分ジムに行った後はもう絶対に仕事の前にもうお風呂入って、そうだけん、なんか昼から午前中というか1時とか12時とか午後からの仕事の時は朝にジム行って、で1回帰ってきてお風呂に入って仕事行くみたいな感じだったし、そうなんかねもうジム行った後は絶対お風呂入らないと無理で。そう今日はお風呂上がり配信だけど、ジムは行ってないです。まあ行けないですね、今は。そう。結構元気に動いてました。あ、なんかジムでそうお風呂入れるんですけど、シャワーみたいなできるんですけど、でもなんかもう物を持っていく方がめんどくさくって、そうって感じで。なんかシャンプーとか持っていく方がめんどくさいじゃないですか 荷物が多いし多くなっちゃうし、だからまああんまりジムで入ることはなかったかな。そんな家に帰ってきてましたね。まあ時間がある時ですけどね、そういうのは荷物がめっちゃ多くなっちゃう。そうだからなんかね結構外なんか走ってきましたとか言ってた日は、そう別に全然普通にジムで走ってたんです。たけるんさんハートありがとうございます。
チャン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 。ランニングマシン持ってたんですよ。買ってたんですよ。ピンクの。けどなんかちょっと今は事務所にちょっと邪魔になっちゃったから放置してます。ピンクのね走るやつをね買ってたんですけどね。あれですよ、なんかツイッターのさ、何の時だっけな、なんか武道館かな、なんかの時のさ、なんか動画作った動画とかにも自分ジムじゃない、トレーニングの走るランニングマシン映ってたと思うけど、あれ私が買ったやつ。はい、や誰も使ってないし、どこにあるかも分かんないです。捨てられたかも分かんない、私のです。あれはしきぴでした。インスタのあんちゃん、おいくら？え、そんな高くないと思うよ。どうやって運ぶ？スタッフさんが運んでくださった、車に乗せて。そう、トランポリン欲しいやん。もでも家であんが一人でトランポリンしてたらウケるよね。急に一人でジャンプしてたらめっちゃおもろくない？何してんねんってなる。翔子とアンの写真、食案の間違い探し、まあ、別に答えはないですね。だって違う写真なんだもん。でもなんかほぼ一緒の写真やんって思ったから、文章を食案の間違い探しにした。でもみんなちゃんと探して答えてくれてて可愛かったです。キュートでした、みんなのコメントが。とってもとってもキュートでした、癒されました。真面目に、口の角度とかいろいろ書いてくれてて、はい、別に答えはないんで。そうなんですよ、でも本当にほぼ同じやなって思ったので、そういうコメントっていうか文章にしたんですけど、うん、だってさ、だいたい人間で写真撮ってまあまあむずくない？間違い探し作るの。ほぼ動けないですよね。まあでもそういう感じです。でもね、多分いっぱいあると思う。なんかね、アンの口、アンのピアス、イヤリングと、なんか後ろの人形と、翔子の角度と、アンナの口とみたいな、なんかいろいろあったと思います。そう、みんなちゃんといっぱい書いてくれてて、私も気づかなくて、本当だってコメントを見ながら、なんか自分で写真をもう一回見返してチェックしてました。そうなんです。だからまあ、机の下に隠れてた人いた？え、誰も絶対隠れてないんだけど、怖っ。え、怖っ。え、誰もいなかったよ。え、いたっけ。あんま見てないけど、マジで？え、ほんまに言ってる？怖くない？ほんまに？靴？ちょっと待って。みんないたって言ってるじゃん。セナさん誕生日、ちょっと待って、お祝いするから、ちょっと待って、タイム、ちょっと一回これだけ解消させて、今見てるから。え、どっち、1枚目ですか、2枚目ですか。あ、本当だ。え、この黒いやつですか、テーブルのあれでしょ、どう見てもこれ誰も隠れてないですよ。テーブルのあれですよ、足ですよ。びっくりした。テーブルの足じゃないですかこれ、どう見ても。びっくりさせないでよ。テーブルの足でしょこれ、どう見ても。
どう見てもテーブルの足なんだけど。もうどう見てもテーブルの足ですね、これ。びっくりした。まあ、確かに靴に見えるっちゃ見えるけどね、見えるっちゃ見えるけれども、これはどう見てもテーブルの足なので、皆さんご安心してください。ご安心してください。ご安心を。ぬいぐるみはね、確かに映ってるわ。反射してますね、鏡に。人間の方もスタッフさんでしょうかね、これは。反射しています。顔見えない、マスクしてるか全然わかんないけど。じゃあついでの裏話しとくわ。ついでの、ほんまについでに裏話しとくと、私がこのなんかピアス、イヤリングか、イヤリング、黄色い結構大きい輪っかのやつしてたんですけど、そう、こういう黄色いね、グリグリグリってなったやつをしてるんですよ。それね、なんかダンス踊ってたら絶対にもういっちゃんきつくしても落ちてきて無理だったの。だからちょっと衣装さんに言って、そしたらあのダンスシーンだけハートのなんかもうちょっとちっちゃい薄い黄色のハートのイヤリングにしてもらって、でも他はまあでもダンスシーンほぼ見えないじゃないですか、耳とかは。だからそうダンスシーンでは取れちゃうので、この子は実はダンスシーンは違うイヤリングをつけてました。でもリップシーンとか その他のシーンはずっとこれをつけてたんです。そうな、この時ピアスがまだ塞がっててですね、最初ピアスだったんですけど、あの私があのピアス、あのちょっと今ピアスが塞がってるんですよって言って、あのイヤリングにしてもらったんですよ。そうなんです。でももうちゃんと今は開いてます。そう、まだあの開けてない、開けてないというか塞がってる状態だったので、そうイヤリングにしてもらって、そうでもね多分分かんないと思う。ダンスシーンだ、ダンスシーンってほとんどないから分かんないと思うんですけど、そうっていう、まあ、プチ情報です。どんどんね、あのね、どんどんあのイヤリングが落ちてくる感覚がすごいあって、しかも片一方か、片一方かな、右か左どっちかだけなんか落ちてくるんですよ。そうなので、あもう無理やと思って変えてもらいました。でもね多分ね分かんないと思います。多分絶対分かんないと思う。多分映ってない、あでもいや映ってないですね絶対っていう。だからめちゃめちゃで、そうなんかリハーサルみたいな、まだ練習してる時にやってたから、そう練習中に撮れてたからさね。それなカープ、最近のカープちょっとピエンなんですよね。はい、そんな感じです。どんどんさ、最近 iPad さ使ってるのに充電してないから、充電がねどんどんね日に日になくなっているのをとても実感する。まあ充電すればいい話なんだけどね。あんなロスひどいって、吉田ゆいさん。よし、じゃあちょっと待って、よいしょ、セナさんお祝い待ってます、今からするから。納豆ってな。今日は30日ね。書きますね。今取ってきたので書きました。見えるかな、なんかやっぱ見えないらしいんですよねこれ。でももうね5月の方もね募集というかねお聞きしてますよ。また後で5月の方聞きますね。眩しくなった、どういうこと、そう
明日から5月だからね。今日は4月30日ということで、4月のラストの日に生まれたんですね。瀬名さん、おめでとうございます。瀬名さんの背伸びましたか？瀬名さんのな涙の数だけ強くなれるから、いっぱい泣いて強くなってください。どっかの歌詞、どこかの有名、某有名な歌詞。おめでとうございます。ハッピーバースデー。ザードさんなんですか、これは。ザードさんなんだ。うん、あの岡本真代さんかと、真代さんだっけ、だと思ってた。パンパカバーン、ありがとう。あ、やっぱ岡本真代さんですよね。涙の数だけず歌うな、ごめんなさい。はいはいはい。セナさんはアンズーですか。タケル、パンパカパン、レグルさん、クマさん、ありがとうございます。それはスパイラーメンさんだけですね、そうやって思うのは。カラオケで歌えるのは、まあこの曲はちょっと歌えないですけど、まあ少々ならね。朝動物公園は笑った。いいよね、朝動物公園。ありがとう。あ、これからもアンズーでいてください、セナくん。そう、てかね、今日さ、私が謎のさ絵をさ描いたじゃないですか。謎のカープ OK なの、いやカープ多分 OK じゃないよ、私が勝手に歌ってるけど、なんかバンされないからってちょっとやっちゃってるだけで、まあ、OK なのかな、カープは。いいかもしれない、うん、わかんない。カープはちょっと例外です。はい、そう、グッズのやつ。え、なんか暇人極めてますよね、私。え、自分でも思ったんですよ、自分暇人極めてんなって思いました。はい、なぜかグッズ、グッズをいろんなところに体に貼っつけるっていう謎のヒューマジンを極めていましたね。はい、何してるんやろうって思ったんですけど、ヒューマジン極めてました。まあ、あれは今日、まあ、リハーサルしてたんですけど、リハーサル終わってなんかちょっと早く終わったんですね。そう、それでなんか、でもみんな別に帰ってなくて、そうなんかまあいたんですよ。でまあみんなまあ別に暇人極めてたんですけど、まあ、みんななんか座ってダラダラしてたんですよ。で携帯見てて暇だったんで、私も暇人、みんな暇人極めてたけど、そうなんか私は暇人極めてたから、私も謎になんか作ろうって思っちゃったらしく、私はそう一人でなんか座ってあの絵を作ってました。そう、違うんですよ、なんかね、本当は首からタオルをかけたかったんですけど、あの編集上、あの私の技術では無理だったんですよ。そうだからペンライ1本でもいいし、2本持ってる方は2本、そうちゃんとアンナの缶バッジをつけて、アンナのマフラータオルを頭か首に巻いて、あれさ、ワンチャンさ、アクリなんだっけ、衣装キーホルダーみたいな、え、可愛いって思ってさ、そう衣装キーホルダーとか私絶対、え、めっちゃ欲しいって思って、そうテンション上がったの。しかもさ、絶対さ、あれさ、これからさ、え、出るんかなっていう、めっちゃマジでグッズのこと私たち基本何にも知らないんですよ。そう、え、でもさ、会場
で会場ごとだったじゃん。だからえこれワンチャン期待していい？絶対出るよね。私も絶対出ると思う。私も計算してたの。いやこれ広島大リリかって思っていやだってさ個数的にさそうじゃない？どうしようこれで全然違ったら。でもさ個数的にさと思って私はっていう勝手なマジで普通にメンバーとしてじゃなくて一ファンとして予想してました。え考えるよねやっぱ。そうよね。だってファーストセカンドサードって来ててで今回9カ所もありますよねって考えたらって思ってえと思ってえすごいこれちょうどじゃんって思ってえもう天才じゃんって思ってえこれはもう全部集めたいって思いました。広島カープのユニフォームが出ます。もうそれはもう100個買っちゃう、うん、えでも表題じゃない多分出るとしたら。えでもね全部のやつ欲しいよね。うんで分かる全部欲しい。え通販にないんですか？マジか。私は全部欲しい。私全部回る予定なんよツアー何の話そう私全部そうツアー全部回る予定やから全部つける予定。いいでしょうあ通販でも買えるの。あでもあとの日程みたいな。そうなんそう全通するの私すごいっしょ、まあ、チケットまだ当たってないんだけどね。そう今3公演分のチケット当たったんですけど愛知以降のチケットはちょっとまだそう、まあ、あれなんですよ。だから当たること願ってるな。そうなの円盤グッズ、うん、買わないよそうあカンさんだ。亀戸席ですかカンさん。どっちがいけるか勝負しよう。いいよいいよ勝負しよう勝負しましょう。愛知以降は応募始まってないだけなんよ。間違いない。そうです昼夜います。だってじゃあカンさんにまた写真撮ってもらおう突っ込みどころがわからんって。パパスタドリパパウィキペディア私以外の写真元に戻ったの？どうしたの私なんで、え、なんで私だけ戻んないの？次広島の申し込み来ますか？でも愛知の次が広島だからそろそろじゃない？でもそう考えたら全く知らないんですよね私。でもなんかタオルとか売ってないらしくて今。そうタオルないんだって。なんか今売り切れみたいな。まあまたすぐ出るんじゃないかなさすがに。完売ですって。みんな全員ないんでしょ。このあと0時に再販とのことあらしいよ。だって1時間くらいで完売してる。すごい全員すごいね。ありがとうございます買ってくれた皆さん。まだ買えてないよって方はそう今回特にさ初めてさメンバーカラーのさ何ペンライトカラーのマフラータオルだからさね皆さんもねゲットしたいって思ってくれてた。まあきっと即アンナの買ったってありがとう。まあまたね再販されるから私のは大丈夫きっといっぱいある。ゲットして今日私がツイートした人になってください。そう男性男の子バージョンはちょっと書いてなくてごめんね。自分あれ自分として書いたから自分として書いたんですけど。そうだからでもあれです男性も同じですよ。
シノマフラーすぐなくなってた。ありがとうございます。珍しい、私があれツイートしたからかな。じゃあおじさんバーも書くわ。わかった。じゃあおじさんバー、みんながねそんな書いてほしいなら書こうか、おじさんバー。でも別に一緒よ、髪の長さ違うぐらいだけど珍しいって言うなって。ピンクのスカートはしんどい。そっか、じゃあおじさんバーフリートぐらいでいい。ちょっとまたさ、そツイートしたらさ、あんなお前どんだけやんだよって思われるからさおじさん嬉しい、みんなおじさん喜んじゃう。じゃあおじさんバーにしよう、おじさんバージョンやろうか。じゃあ、あの暇人極めるわ。またそっか、スカートだったからおじさん嫌だ。おじさんグッズ買う気なくなっちゃう、あれじゃ。女の子はあれを見てグッズをゲットしてくれたかな。じゃあおじさんたちの熱望により、じゃあちょっとちゃんとズボンバージョン書くね。ゲットしたよってみなちゃん、ありがとう。あ、マナム頼んだよしかもさなんだっけ、なんかスカートピンク私が履かせてたんですよ、女の子に。そしたら待って、あんちゃんとそんな年変わらないけどおじさんって言われるとドキドキする。なんでやねん、なんでドキドキすんねん面白かわいいそう、なんかさ、スカートピンクの私が履かせてたじゃないですか、女の子に。そう、そしたらさ、なんかそれを見たさ、マイクがさ、いやもうスカートスケスケやんけん、スケスケやんって言ってきたこれ見えてるわって言ってきました。だからもうそうやってリプしようかなって言ってきたから、そんなこと言うのあなたぐらいよって言っといた。誰もそんなリプしてきてないよって、そこに目つけてんのあなただけだからっつって、スキスキやんっつってた佐々木舞香が言ってきた。広島おじさんもスカートですかって、え、ちょっと大丈夫です、ズボンで来てくださいいつものスタイルで来てください頑張んなくて大丈夫です。菅舞香ちゃん、やばい、そのリブ仕掛けたって。あー、佐々木舞香と脳みそ一緒一緒舞香ちゃん今日配信して、そうだから、あの舞香が LINE してきたのね、今日今からショールーム配信しようと思うってね LINE 来たの。だからね、私はね偉いってね文字で打ったの。そしたらね、あのね、なんかこんな丸い顔のさ、涙してこうやってグッといてうーみたいなねスタンプが出てきたからね、それ送っといた。わかるでしょ、なんか偉いって言ったらさ出てくるやつ。うわ、芋ガチでやりそうだから恐怖恐怖、アンズーマジで恐怖、アンズー恐怖でしかない、すぐやりそうだから。そういうことね、お話し会とかでやってきそうだな。お話し会でなんかさ、やって見せてきてくれる人いそうだな。知らないからね、バンされても新幹線にそれで乗るの、え、問題そこ、その以前の問題でしょ舞香ちゃんが頑張って頑張ってるって思いながらあれしてました。その間私はもうお風呂に入っちゃおうって思って風呂に入りました。偉い偉いです、偉いです。たくあんいいよ大丈夫、いつもの格好で
おいでなさい。おいでなさい。ねえ、あやちちゃん、大丈夫？ドパンさん、だるま、ゆうなちゃん、パンパカパン、ありがとうございます。なんかさ、あんね、あの人間の体描くのがすごい苦手なんですけど、そう、人間の体を本当に上手に描けなくて、そうなんですよ。だからでも今回あの首と肩が上手に描けないんですけど、その T シャツがあるから描かなくていいから便利。カンさん、あんのお茶持ってくれてんの？ありがとう。ひめたん、あ、ひめたんのさ、本が出るの？あれは見たい、読みたい。バッグにアンナちゃんのアクスタ入れて、私が見守ってたよ。キュロットスカートでもなんでもいいですわ、もう。じゃあもう、じゃあおじさんバージョン書かなくていいですね。みんな、なんかおじさんたちみんなスカート履くらしいんで、はい、じゃあ書かなくていいっぽいですね。はい、暇人極めなくていいっぽいんです。サドリパパ、クマさん、ありがとうございます。うちは持って広島参戦してくれ。おじさんバーないよ、もう。もうみんなスカートでいい、もういいよ。だってみんなスカート履く気満々でなんか楽しそうやからさ。でさ、会場入ったらアンズーの人誰もおらんのじゃろ。みんな職質されて終わり。いやん、かまひ。しかもね、あれ、私の再現するとしたらスケスケのスカートにしないといけないんですよ。暇人、暇人、暇人、分からん。ちょっと広島の警察署が迷惑しちゃうから、みんなやめて、仕事増やすのやめてあげてね。みんなちゃんとおじさんバージョン、てかおじさんバージョンっていうか男性バージョンも書くから待ってて、あの1年後ぐらいに書くからさ。終わってるうつは1年後ぐらいに書くから待っててね、みんな。1年後でいい？1年経ったらもっとおじさんになっちゃう。いやいやいや、そんな変わらんよ、1年。私は行かないよ警察に。え、知りません、私は関係ないですっていう。分かんない、私の本当に気分ですとか言ってすぐ書いちゃう可能性もあるしね。どういうあれにしようかな。もう私あんまマジで人の顔とかね、上手にね描けない。いつも同じ顔になっちゃうんですよね。可愛い絵は多分一生描けないんで。
いや書こうと思えば書けるわ。いやそう書こうと思えば書けるんですけど、そう本当にはちっちゃい頃からマジで絵が下手でなんですよね。本当にマジで昔から絵下手だった。結構ね難しいんよ。なんかねその編集画像編集でやってるからもう一個ずつ画像をこうやってなぞって切り取ってやってるの。あれだからね結構ね頑張りましたね。あれもう大変だったの今日。本当に本当に最初あの顔から描いて顔描いて髪の毛描いてでその後に T シャツあれしてでスカート描いて手足描いてでその後にグッズを持たせたり全部しました。そうクオリティ高かった。嬉しい。初めましてなのに花束ですか。ありがとうございますそう努力のね結晶でした。そう勝ち組にお風呂ですか。やってきてください。本当はなんかマスクのストラップをちゃんとねこう首に通したかったけどさすがにちょっとね無理だったからあのこれですっていうマスクを書いてこれっていうのにねしました。えスウェットポーチねどんなんなんやろ。実物をね一個も何も見てないのでね正直わかんないんですよね。まあ結構女の子っぽいよねスウェットポーチは正直。まあけどいいんじゃ全然男性も持っていいと思うグッズだし。ねマスクはね売ってないんだよね。多分マスクのストラップ。そうヒロシマ弁聞くと安心するわってイエーイ I love 広島リーさん田舎に行ったら田んぼにこんなかかしが立ってそうってウケるねけどでも可愛かったスウェットポーチすごい。えでもさなんかマスクケースにもなりそうじゃなかった。やつストラップが入ってるケースならないかな。どうなんだろう。なりそうっちゃなりそうだけど。どれだっけ、これだ。デコレーションポーチか。オーロラバッグだって。え、もう名前がかわいい。オーロラバッグ。え、マジラブ。かわいい。本当にかわいいよ。かわいくない。そう、なんかどうなんだろうね。ケースがさ 200×120 どんぐらいの大きさ。でもマスク入りそうって思ったんだけど、あの的にはわかんないですね。ちょっとマジラブ今日ちょっと LINE で送られてきたんですよこれ。これが T シャツ、これが缶バッジ。20×12 ちっちゃいか。マスクは入んないかなやっぱ。でもなんかどっちも入れれたらね便利だけどね。あね指原さん見た
シアラさん、ミリミャのだった。今日は、今回は使ってくださってたね。6年目、あら、 TDC とはじゃああれですね、押す義務がありますねありがとうございます。なんかさ、なんだっけ、布マスク、紙の紙なんて言うんだろう、なんて言うんだっけ、ああいうマスク、布マスクとかだったら入りそうじゃないですか、マスクストラップの中に。デコレーションポーチ&オーロラバッグってさ、どういう、デコレーションポーチってどういう意味なんだろう。すごいね、可愛いよね。早くあんこれ欲しい、オーロラバッグ4000円だって。てか、あとあれが気になってる、全部内緒フォトアルバム3200円、クリアケース付き。どういうこと。あ、生写真入れってこと。生写真入れか、今自分で解決したわ。え、そういうことですよね。私さ、フォトアルバムだからなんか写真がさ、はい、普通に写真かと思ってた。なんかあれよ、なんだっけ、フォトブックみたいな、そういうやつかと思ってさ。あ、そういうことか。なあ、そういうことね。だからさ、中どんなんやろうって思っとってさ、なんか今までのさ、オフショットとかのなんか写真集みたいなやつかなって思って、何を載せるんやろうって思ってたんよ。そう、あ、もうオフショットのなんか写真集かと思ってたら、今ちゃんと見たら240枚収納可能って書いてあるから、あれだ、写真が入るよっていうやつだったんだねっていうのを今知りました。なんだそれかと思っちゃった。だからなんだろうと思って。そう、確かに今までもね出てたね。で、公式ペンライトは全15種類です。15種類じゃない、15色だそうです。はい、ね、写真集かと思って開いたらもう透明、全部透明、あらびっくりね。で、マフラータオルが2800円、今日の0時から再販するみたいなので皆さんゲットしてください。ミリニャは紫っぽい感じ、リサはピンクと水色、ナギはピンクとピンク、ひとみは赤っぽい感じ、イオリは黄緑っぽいね、と紫、アンは黄色と青、花は水色っぽい感じと青かな、これは青ではない、水色っぽいかな、なんかチョコミントカラーだ、花、花チョコミントじゃない、チョコミントカラーとオレンジ、まあ青だからね、花は。キアラもピンクと、まあキアラもピンクだけど、マイカが白だから白と黒、ショウコが黄色とオレンジとピンクがショウコのカラーだからそれが混ざったやつ、サナツーも緑です。あんなのはこれです。ペンライトカラーは公式公認、うんっぽいね。なんか最近よくそれ使うんだよね、ペンライトカラー。なんかさ、なんだっけ、オーダーリンの衣装の時もそうだし、そうで、今回個別マフラータオルもこの色になってるので、まあもうでもね、このマフラーになった、グッズになったってことは、まあ結構公式化されてるんじゃないですかね。うん、パキッとしてるね。マイカね、白黒だから分かりやすいね、結構色じゃないから。え、でもリサのね、ピンク水色コンビすごい好きなんですよ。だからあのピンクと水色のチェックの衣装すごい好きなので、そう好きですね、あのこの組み合わせ、ピンクと水色の組み合わせ好き。そうでもなんかアンも黄色と青なんですけど、なんか見やすい気がして嬉しいです。はい、そしてこのね、衣装キーホルダー、これ茨城公演がイコールラブの衣装で、福
岡公演が僕らの制服クリスマスの衣装、埼玉公演が手遅れ交渉の衣装です。なんかさ、めっちゃこれ一人で考えてたんよ、なんか暇人極めてた時に。そうでさ、まあイコールラブは分かるんですよこれって。でもクリスマスって結構さ、あの演じのさチェックの衣装もあるじゃん。だからあでもこっちの衣装なんやなって思って、で手遅れコーションの衣装もなんかセーラー服、黒のセーラー服もあるから、そうでもパーカーなんやなと思って、そうで今サードまで来てるから、これはワンチャンこっからの公演もあるのかなって思ったけど、よく考えたらフォースとか5枚目からね衣装がね変わったんですよ。全員なんか一人一人その生地とか系統は一緒だけど、なんか形が違う衣装になったのがフォースからだから、どうなっていくんだろうっていう、なんかそういうのを一人で考えてました。あの私も何も知らないので答えはないんですけど、そうだからウォンチュもだし代理リも違うし一人ずつ、そう、まあでもこういう時結構まあ瞳、まあ、センターメンバーのがなることが多いからそうなるのかなって思ったり、でもどうなるんだろうなっていうのを一人で勝手に思っていました。はいね、楽しみ。でも誰の衣装でもいいよ、私は可愛いもんだって、全部全部可愛いんだもん。だからまあ誰の衣装でもいいんですけど出ることを願っています。だから4、5、6枚、あでもズルズルはまああんま変わんないかな。そうズルズルもまあでもねリボンがちょっとずつ違って、袖が2種類ぐらいあったかな。そう確かに、でも青春サブリミナルとかってさ、確かにね全然色が違うから、いやー難しいね。カメオとかも、いやこれは違うのかな。でもさ茨城公演、福岡公演、埼玉公演ってきてさ、次からは別に衣装キーホルダーじゃないグッズが出るとか、どうなんだろう。やっぱ普通にファンの気持ちで今一人で考えてる。期待しちゃうねこれからどうなっていくか。でもアンコンプリートしたいもん、この衣装のキーホルダー。どうなるんやろうね。全部出るかな。あシキピも欲しいね、可愛いもんね。武道館衣装とかも可愛いから欲しいな。わかる、こういうの考えるの一番すごい楽しい。全部出るかな。でもなんかさ、ちょうど4枚目からさ衣装がいっぱい変わっていくから1人ずつ、そうでカメオとか6枚目、ズルズル7枚目、カメオ8枚目、サブリミナル。でもね、あのアルバムのやつは全員一緒だから、まあ作りやすいとして、一番難しいのはサブリミナルかな。でもサブリミナル、そう考えたらその地元のメンバーの色なのか、センターメンバー、その楽曲のセンターメンバーかですよね。どっちかかな多分。どうなんだろう。冬ツアーのピンクかける水色の衣装のやつが欲しい。わかるわかる、すっごい。もう今皆さんとめっちゃ同じ気持ちで今考えてるからね。本当に知らないし、あの今日あの知ったんですよ。ついにツイッターに多分出てからこのグッズ情報を知ったので、そうだからねすごいね楽しいです。一人でこうやって一人で考えて、そうでこうやってショールームでもファンの皆さんとどうなるかなっていう、そう地元メンバーに500円かけます。いや急にお金かけ出すな。あね、サブリミナルはさ全員分揃えたいよね。でもそれはアクリルスタンドで揃えなさいっていう話なのかな。でもさ、なんか衣装だけ揃えるの可愛くない？自分の顔がいらないとか言ってるわけじゃなくて、なんか衣装って可愛いじゃん、なんか衣装のストラップって。私はすごい欲しいですね、全員分欲しい。12種類つけたいもん、サブリミナル。
まあ、ファースト、セカンド、サードまではいいとしても、フォースからは全員分欲しい。もうフォースも12個、5枚目も12個、6枚目も、6枚目は、まあ、2種類ぐらいでいいや。一緒だからほぼ。7枚目カメはもう全員違うから12種類。何個つけんねん。100個ぐらいつけることになっちゃう。もうじゃらじゃらうるさいな歩いてるのってなっちゃう。っていうぐらいでも欲しいです。確かにそれぞれのメンバーセット欲しいね。欲しい。100個ぐらいじゃらじゃらにつけようや、みんなで。もううるさいうるさい。ね、衣装全部可愛いからさ、欲しくなるよね。電車になんかジャラジャラ聞こえるなと思ったら、絶対これ絶対コラブのファンの方よって思うよ。みんな、あの友が来たって、私の仲間だって。電車とかで、缶バッジはランダムなんだっけ。缶バッジはランダム缶バッジだもんね。なるほどね、仲間探しが簡単になる。まあぜひツアーグッズもね、楽しんでいただけたらなって、私も楽しみだし思います。いや、でもランダム結構好きなんだよね。基本的にさ、自分がさ好きになるグループがなんか推しメンはいるけど、この子が出たら一番嬉しいっていうのはあるけど、その今までいろんなグループさんを好きになってきて、結構なんか箱推しなのね、私は。人生がだから、なんか誰が出るかなっていう、なんかちょっとした占いみたいな気分になるんですよ。そうだから、しかもさ、もう1個さ、まあ、2,000〜3,000円するとかだったらあれだけどさ、まあ、ちょっとワンコインとかだったらさ、なんか生写真とかもそうだし、なんか運試しみたいな、誰が出てもいいけどなんか運試しみたいな気持ちになって、私はなんかランダムも結構好きですね。さすがに3回とも同じ面だと、まあ確かにね、同じだとね。ちょろすぎる。ランダムは最後の一人を集めるのが大変。そうなの？経験者は語るね。さすがとも。そうだから、なんかでもなんかたまにね、あの直筆絶対なんかいつもアンナが出るとか、なんかランダムで3回連続アンナだったとか見ると、ごめんねって思う。さすがにさ、なんか連続でさずっとさ出ちゃったらさ、なんかごめんねって思う。なんか3回はちょっとあれだよねって思っちゃう、ごめんねって。でもそれで逆になんかもう、これは神様が押せっていうことかって言って思ってくれる方も、まあ、たまにいるんだけど、もうありがとうって思うんだけど、ごめんねって思う。いや、推しメンだったらね、それがもし喜んでくれるかもしれないから嬉しいんですけど、でもなんか何回も別に推しメンじゃないのに出ちゃうと、ごめんねっていう気持ちになります。携帯に向かってはごめんねって思ってる。面白い。でもさ、箱推しだとしてもさ、ずっと同じメンバーが3連続はちょっと悲しくない？嬉しいかもしれんけど、でもさ、せっかくだったら他面欲しくない？別に全員好きだとしても。
でもさ、この前お話し会でそのフォトブックアルバムみたいな、そのフォトブックに生写真を大量に入れてくれてて、しかも全部サイン入りなの。もうそれを見せてくれて、こんなにもこの4年間で集めてくれたのって思って、なんか本当にすごいね、泣きそうになりました。本当にもうね、すごいの、びっくりした。それ全部サイン入りなのみたいな、めっちゃすごくて、なんかもうびっくりして感動しました。なんかそんな、なんかこれからも気持ち込めて書くねって思いました。本当にすごかった。感動案件でした。もうね、てかね、なんかお話し会でね、あるあるなんだけど、お話し会ですごい、その結構さ、お部屋が見えるじゃないですか。私お部屋に対して突っ込んじゃう癖があって、なぜか、そう、せっかくあの女の子とか特にそのお部屋をね、まあ、みんなだけど、本当に可愛くその私のうちわを飾ってくれてたり、生写真とか飾ってくれてたり、アクリルスタンドとかこうタオルとかいろいろね飾ってくれてるコーナーみたいな作ってくれてて、でそういうところを背景にしてあのお話し返してくれてたりするのがすっごい私は嬉しくて、もういつもその話しちゃうの。すぐ「えっ!」なんかもうテンションこっちが上がっちゃって、やっね、すごい後ろみたいなあの、ね、すぐそっちの話しちゃうの。多分きっとさ、お話何話すか決めてきてくれてるはずなのにさ、私がテンション上がってさ、そのさ背景にめっちゃ突っ込むからさ、そうちょっと黙ろうって思うテンション上がっちゃうんだよね、そういうの。誕生日の時とかケーキとか用意してくれてたり、なんかもう本当にテンション上がりすぎてやばかった。嬉しい、あんちゃん専用のフォトアルバムがある、嬉しいです。本当にそういうの、本当に本当に幸せなハッピーなお気持ちです。カラオケボックスゆかりん定番のな、カラオケボックスやもんな、全然いいよ。あ、チロルさんイトコンさん、ハートありがとうございます。生写真6枚同じの集めてるから、え、どういうこと、全部を、え、違うか、どういうこと、ももにゃにゃにゃだもんね。え、嬉しいよ、あの部屋にいっぱい飾ってくれてるの。なんかさ、テレビで前もすごいこの話したこと何回かあるけどさ、なんだっけ、そのたまにさ、こうオタク部屋公開みたいなテレビあるじゃん。すごい乃木坂さんとかさ、 AKB さんとかさ、もうすっごいなんか、まあ有名なめちゃめちゃ方とかでさ、そのファンの方のオタクを見て、ファンの方のお宅ってなんか変な言葉になっちゃう、ファンの方のお家にお邪魔して、お宅にお邪魔して、なんかさ、めっちゃさ飾ってあるみたいな、それをさ、なんかたまにさ、めっちゃたまになんか放送されてる時あったじゃんかお宅のお宅になったファンの方のお家、そう、それ見てすごいなってめっちゃ思ってたの。でも自分も結構ポスターとかも貼ってたし、まあ、今でも貼ってるから、でもそれをなんか自分を逆に飾ってくれてる方がいるんだっていう感動、すごい、それが嬉しい、感動してます毎回。今でもなんか新鮮な気持ちになる何回見ても嬉しいです。お疲れ様ミートボール弁当箱です。新しいな
お部屋にあんちゃん何人いるんだろう。みんなあんちゃん何人いますか。そうね、まあポスターだけじゃなくて結構生写真、アクリルスタンド、うちわ、タオルとかね、そう、そういうの飾ってくれてたりすると、なんかもう全員のお家回ってなんかそこで写真撮ってサイン書いて帰りたいって思っちゃうぐらい、本当に毎回嬉しい。でさ、しかもさ、今まではそういうさ、ファンの方のね、そういう何イコラブのグッズを置いている場所みたいなところをさ見たことがあんまなかったからさ、でもお話し会になってさ結構見せてくれる方がさ多くなったからさ、そういうのやっぱ嬉しいなって。まあ何リモートっていうかオンラインならではだなっていうのがありますね。1500枚、やば、マツケンさんどうやって管理してるの。いや全然無理してオタク部屋作らなくても愛は全然伝わってるんですよ。20人いたアンナ、アンナはここには1人しかいない。すごいよ生写真。でも私もあのファイリングしてます。あの生写真は自分の生写真はしてないけどね、自分がオタクな方で、はい、皆さんよくご存知、あのなんていうのフォトカードみたいなやつ、はい、いやー嬉しいですよ。アンニャ専用生写真ファイルがたくさんあるって、もう本当に嬉しいです。ありがとうっていう言葉です。本当に本当にありがとうです。タワレコのセアで、それをあのファイルに、あのね、ちょうどねこうやって9枚入るの、入るやつに入れてます。そう、いつも CD が出るたびに買ったらついてくるやつ、タワレコさんとかツタヤさんとかでやっぱ特典が違うじゃないですか、イコラブもそうだけど、だからどっちもで買います。ははは、今回も違いますよね、ツタヤさんとかタワレコさん、 HMV さんとか、いつもね H&M さんっていうが出てきちゃうんだよね。 Hアンド M さんのことを HMV さんとも言っちゃうし、あのね、混じる。そう、店舗特典イコラブ、どこがあれなんだ、何とかありますよね多分それぞれ。スタヤで B 購入するとポスターついてくるって、そうなんや、なるほど。でもねちょうどね発売日のよ前日、あの、まあ、緊急事態宣言ということもあるのでね、ちょっとねなかなかフラ、多分フラゲ買いに行ってフラゲっていうことはちょっとできないじゃないですか今回。多分ちょうどねやってないんですよお店自体が。そうなんですよ。まあでももうこればっかりはね仕方ないから、そうだから今回フラゲができないんじゃないかなって思って、あれかな、届くのはフラゲで届くのかな、皆さんのところに、そのお話し会であれしてくださってる方のは。私もまだそういえば CD 見てないですわ。そろそろできてそうですよね。まだできてないかな、まだね CD 私たち見てないです、アルバム。そういえば届くのアフラゲ、あ、じゃあサイン会とかお話し会とか撮ってくださってる方のは、方はフラゲができるって感じかな。
でもあれですね、多分店頭では、まあ地方だと買えるかな、地方というか緊急事態宣言が出てなくってっていう県とかだったら買えると思うんですけど、東京とかの蔦屋さんとかだと多分まだ買えないので、多分11日までし、今のところですけどね、まだわかんないけど多分閉まっているので、うん、早く私もフラゲしたいなね、大阪とか東京とかはちょっとね厳しいかもしれない。そうだね、未発表曲がまだ結構ありますからね。だって今3曲でしょ、公開されてるの。あと5曲あるってことでしょ、もうまだ半分も公開されてないですからね今んとこ。わお、わおわお、もうね、どの曲が公開されてどの曲が公開されてないかね、一旦自分の中でフィルター通して喋らないと危ない本当に。いつもね、マジ新曲の話をしてる時も私のねフィルターこうだから、もう今1枚ここに透明なフィルターあります。って脳みそで一回考えてね喋ってる最近本当に。やばい、やばいやばい。立ったら怒られるって。まあはい。そう、リラックスしてるふうに見えて、頭の中はもうぐるぐる。この曲は解禁されててこの情報は言っていいんだよねみたいなこの曲はまだ解禁されてないからこの情報は言っちゃダメだよねとかちょっと歌いそうになったけどこの曲はまだだったみたいなって感じですよ。頭の中のフル回転、くしゃみが出なかった。めっちゃ今くしゃみ出そうだった。ニコラブのお知らせ多い、まあ、嬉しいですよね。キアラが怖くて配信できない的なこと言ってたようなみんな気をねやっぱつけなきゃいけないから、もうちょっと発売日までは。まあどうせね、いつかは知ることになるので待っててください。あ、そっか、明日か、明日猫背ですよね。なんだっけ、トーク配信みたいなやつ、トークって書いてあったのかな、わかんないけど、トーク配信みたいなやつ、トークライブなんですか。へえとか言って、あーもう見ようって明日何時からでしたっけ全然ファンの方の方が情報知ってる。5時から夕方、だってイコノイチャンネルかなんかで見れるんですよね。じゃあ見ますね。猫背さんたちの、猫背さんたちを見ます。私も猫背の姿勢になって見たいと思います。ずっと YouTube 配信中は猫背で鑑賞したいと思います。
ね、すごいよね、 PV のね、チラシのままだったらしいね。すごいね、本当にびっくりした。質問送った、え、そうなの？ツイッターで募集してたの？そんなこと言ってまた箱の中からドーンって出てくると思った？まあ楽しみにしといて。大抵こういうこと言ったら出てこないよね。 でもさ、そう、なんかいおりとミリニャの生誕祭に登場したんですけど、そう、その時になんだっけ、その時のファンクラブの方にポイントが必要なんですけど、なんかダイジェストみたいな映像みたいなのが出てた、うん、結構前からだと思うけど 結構前からだと思うけど出てた。から私どんな感じで出てきたのか知らなかったから、ファンクラブので見ました。私こんな感じだったんだって思って、面白かった、みんな2人の反応が。見てみて、イコラブクラも面白いよ。ちょっとイコラブクラはもう過去すぎて、もうちょっとあんまり、ちょっとね、本当はおすすめしたくないんよ。そう、正直でもね、やっぱおもろいですね。今見たらこんなこと言ってたんだ、何言ってんやろって。4年後の、3年後の、3、4年後の私、3、4年後の私はそう思っている。みんな多分思っている。でも今自分が言っていることを3、4年後に見た時に同じことをきっと思う。ということで人間は結局成長しているのかしていないのか分かりませんね。ふふ。ふふ、だって。そう、歴史は繰り返されるのよ、この世の中。過去を私たちはこんなことをしてたのかと思ってね。なんだっけ、一世のせいみたいな、一世ので1位みたいなさ、やってるやつ出てたんですよね、多分。なんかさ、あの頃からさ、え、一世のせいだよ、一世のでだよみたいな言っててさ、マジうちらこれ1年に1回ぐらい一世のでの話してるんじゃないかっていうぐらいさ、この前もしたしさ、なんかマジ年に1回は絶対にその話を全員でしてる気がして、なんかもう私たち初期から何も変わってないなって思いました。ええ、この前ももう1週間前ぐらいにやったんですよ、一世ので。 やること一緒やんみたいな。暇があったらなんでこれやんねんって思ったもん。だってこの前「イコラブ君はイコラブを愛せるか」の収録の時も、なんか休憩時間になんか近くにいた子たちで一斉ので急にやってたし、そう、でも最近はなんかもうわざわざ「え、一斉のせいなの？一斉のでなの？指すまなの？」とかあんまもう言わず、もう自分の地方の自分が今までやってきたあれでやるんですよ、もう。だからそれぞれ何言ってるか違う、3種類ぐらいある。そう、今でもやること、なんかと届いてかな、あれ、あ、違う、クリスマスかな、なんかの時かなんかにやってましたよね、一斉のせいを。だからセカンドあたりで多分やってたんですけど、何にも変わってないんだなって思って。そう、今となんか全く同じ光景すぎて、うん、逆にびっくりした。ちょっと面白いなと思って、まあそんなことしてたんだっていうのを全然覚えてないから面白いですね。やっぱこうやってね、こうずっと撮られてるからさ、まあ気が抜けないっていうのはあるけど、まあ気抜いてるけど、正直抜いてるっていうか、まあ、素でいるけど、でも常に本当にこうやっぱカメラがあるから、
なんか大変な時もやっぱあるけど、でもなんかそれが今となってはありがたいなとか、そういうなんだろうな、ドキュメンタリーにあーこのシーン撮らないで本当は欲しいって思ってたけどこんなにいいシーンになってるんだなとか、なんかオーバーチャーとかさでさ、武道館の時もそうだしさ、いろんな映像を使っていただいてたじゃん。だからなんかその何、次に会えた時何を話そうかなの時とかさ、なんかすごいオフなみんなのニコニコな姿とか、なんかなんかこう後からこう見るとさ、すごいいいなって思いますよねっていう話今日もドキュメンタリーさんいました。きっと明日もいらっしゃいます。でもマジでなんか武道館だったっけな、武道館のカメラ台数がすごかったから、ちょっと武道館が見たい。もうメイキングとか多分いろんな素材があったんじゃないかなって思うから、ちょっと早く見たいんですよね。全然何も予定ないんですけどそう、全然何も予定ないんですけど見たいね、見たいなってめっちゃ思います。分かんない、何になるかとかは全然分かんないけど、マジでカメラ台数が鬼多くて、メンバーが言ってたのはその楽屋から出た瞬間にもう何台ものカメラが急にフッって向けてくださって、逆に申し訳なくなる、びっくりするって言ってたからそう、だから自分がもうどんな感じだったのか裏で、なんか緊張もすごいやっぱしてたし、もう覚えてないから、そうなんかその何、その時はいっぱいいっぱいで、なんだろうな、見れないというかさ、その客観的に入れなかったから。でも今だったら客観的に自分がどう過ごしてたのかとか全部見れるから、そうちょっとね見たいですね。エンジン私もめっちゃ見たい。私エンジン何言ってたんだろうって、でも1日目のエンジンの方がやばい気がする。私2日目より1日目のエンジンの方がうるうるだったから、確か。そう見たいな。カメラはもうほぼ人数分って感じぴったり人数分ではないけども、ほぼあんま変わらんのんじゃないか状態でありましたね。本当に見たいなって思いましたね。ね、なんかまたあのメイキング、今回アルバムに収録されるメイキングあるじゃないですか。そうだからあれを見ながらまたその実況配信みたいなのを、まあ、発売してすぐだとねまだ見れてない方とかいらっしゃると思うので、まあ、超じゃない、ちょっと日にちが経ったぐらいにちょっとやりたいなって思ってます。そうとかなんか結構さ、今までの MV とかも収録されてるじゃないですか。なのであの表題曲の、なのでそれを逆に見ながら、この時こうだったねとかこうだったんだよとか、多分その頃のことを知らないっていうファンの方もいらっしゃると思うので、こう皆さんと一緒に、せっかくこうファーストアルバムなので昔のこととかのお話とかもねこうしていけたらいいなって思うので、いつか時間がある時とかに、まあ、なんか振り返りみたいな、今日は、まあ、一日で全部やるかもしれないし、まあ、結構ね喋るあれが、ね、長くなっちゃったりしたら何日間かに分けて、なんか MV とかもこう振り返って、なんか実況みたいな感じで振り返っていけたりするのも面白いかなって思って、そういう配信もしたいなって思ってます。
そう、なんかどのくらいから知ってくれたファンの方が多いんだろう。でもまあやっぱりシングルごとにこのシングルから好きになったよっていう風に言ってくれる方がもういっぱいいらっしゃるので、どのシングルからの新規の方もいらっしゃると思うんですよね。イコールラブの新、イコールラブからの新規の方、クリスマスから新規になったよって方、サードから新規になったよって方とか、フォース5枚目もう6万ない789じゃないアルバムとね、だからそれぞれね、こう好きになってくれた、イコラブのことを知ってくれた期間っていうのがあると思うから、そう昔のイコラブのこととかもそう知ってほしいなって、歴史を。だからでもそう本当にさ、みんながいつぐらいからイコラブのこと知ってくれたんだろうってね、すごいやっぱ気になりますね。でも別にいつから知ってくれてても結果知ってくれてることが嬉しいので嬉しいんですけど、そう、ねえ、ありがたいですね、イコラブのことを好きになってくれて、見つけてくれてね。ゆうまくん、その話してください、ぜひ。でもいつぐらいだろうな、いつが一番新しい方が増えたなって感じたんだろう。いつだろう、皆さん的にはさ、いつでした？どこが多かったんだろう、最近新しい方増えたなって思った時期っていつだったんだろう。ね、ズルズルも結構そんな気がするね、ズルズル勢多い気がするな。ズルズルが一番、まあず、うん、でまあカメオがやっぱ途中さ、その発売ちょっとねこう延期になってさ、だったじゃないですか。やっぱコロナがカメオからかぶっちゃってるので、どうなんだろうね。そうでもウォンチューでサードか、手遅れウォンチューあたりから女の子が増えたのが多分手遅れウォンチューあたりな気がする。そうね、シュキピとか、まあシュキピとか結構最近の楽曲だから、シュキピとかもそうだと思うけど、そうなんかそう女の子が増えたなって感じたのはやっぱ手遅れとウォンチューだったかな。ああ善悪した善悪した善悪大好き。そうイコラブ全体はウォンチューとか手遅れでなんかこう女の子が増えたっていう印象があるけど、まあ、私はそうね自分的個人的にその女の子があれって思ったのは、前よりかはって思ったのはいつぐらいだろう、言うてカメオぐらいとかかな。私は結構遅いと思う。確かにイベントの待ち時間で体感する、確かそういうことか。
1年ぐらいな気がする。私はあんま別なんか そんなめっちゃ音中とか手遅れの時に、もちろんねそこで好きになってくれた女の子もいるけど、でもそうここ1年とかの方が女の子が前よりは前より来てくれるなっていうのはここ1年ぐらいでの方が感じてたかもしれない。なんかたまにそのお話し会でそのこう次の方とか何人まあ見えたりするのね、めっちゃちっちゃく、そう、それがなんかすごい女の子続き5人ぐらい女の子続きとかだった時に、私でもこんな5人も女の子続きの時あるんやって前思った、お話し会の時に。なんかね結構ね続いてる時が多いんだよな。女の子5連続行ったらおじいちゃんたち5連続みたいな、最高ですねみんな。で次はおじさんたち5人連続みたいな、まあ別に5人見えてるわけとかじゃ全然ないんですけど、なんか5人ぐらい連続、あ、またこうやって大きくなっちゃう、あ、また女の子や、あ、また女の子や、え、また女の子や、こうやって、あ、また女の子や、あ、おじいちゃん、おじいちゃんみたいなはい、お兄さんを、お兄さん、お兄さん、おじいちゃんみたいな。いや5連続ずつかわかんないけど、例えばの話ねそう、でもなんか続いてた前。あんずね、おじいちゃんって言ったらちょっとみんな喜んじゃうんだよねが痛くなってきた。でもさ、あの握手会だとさ、その男性の中にちょっと女の子一人はなとかさ、逆のさ女の子の中に男性一人はなみたいなのがあったけどさ、もうお話し会はさ正直関係ないじゃん。だからさ全然何も気にしなくていいよ。もうね、男性でも女性でも何歳でも来てくれた方はもう同じだから、私たちにとってマジで。だから何も気にしなくていいですよ、本当に本当に本当に。お話し会を取ってくれてお話ししてくれてるだけでありがとうの気持ちだから、私たちは本当に何も気にしないでください。こんな感じですよ。え、じゃあ俺も JK、 うーん、ちょっとそういう問題じゃないんですけどちょっとね、今度話させてください。一星さん寝てるじゃん、マイカちゃんのアバターで話しましょうはるかちゃんも、マイカちゃんアバタなん、オイラ最年長かなってオイラ最年長の自信あるの？もういいよ、もうおじいちゃんたちもみんな JK だね
意味わからん、意味わからん締めをした。老いないしょ、老いりになるから老いないしょになったの。ちょっと初めて聞いた、老いないしょ。老いないしょって言うんだ。ありがとう老いないしょ。なんで JK になれたことみんなで喜んでんの？なんでおじいちゃんあんなと一個しか変わらんけど、おじいちゃん万歳。意味わからん、もうみんな何なの？コメントないぞみんな。じいさんこんばんはイコール JK みんな何なんだ。65歳ですよって青山さんかわいい、かわいい。これからも元気にアンナのところ来てね青山さん。JC がいいの？ JC だったらジュースちょうだいだよ。なんず何でもありだよ。なんで65歳ってさしないさ。なんか急にみんなさ年齢公表し始めたんだけど。おぼちゃん、イエーイ。福岡来てくれるの？来てくれるんだっけ？最高じゃん。イエーイ。広島は？何歳でもいいよみんな、年齢なんて関係ないさ。ショールームでいっぱい来てくれてありがとう、まゆりんちゃん。わしも165や。何の話？身長ですか？どういうこと？関係ないさ。そうだよ、広島当ててねって。当てる根拠のない当てるいただきました、ありがとうございます広島当たってないのに楽しみすぎる。最高かよ、最高かよ、その気持ち最高です。広島絶対行きたいなって。エリくん、広島でエリくんのうちわが見たいな。アンナが抽選してあげたい気持ちはやまやま。でもそんなことはできない、私は心が悲しい。でも抽選になるぐらい人が来てくれることも願う静岡県、静岡県って伊豆？広島当てたいって。広島楽しみだね、行こうかな待ってるよん。行く気でカープ優勝行く気で有給取ってるし最高かよ。みんな最高かよじゃん、行くよって。みんな行く気満々すぎて最高。ぬこさんも、そっか、ショールームもぬこにしたんだよね。みんな有給取ってるじゃん、ネグルスさんもかわいい、大好き、みんな大好き広島行く気で何食べるか調べてる、かわいい、うん、まゆちゃんかわいい。どうなんだろう、どのぐらいの方が来てくれるのか、初めてだから全然自分でも予想ができないの。どんぐらい広島にライブみんな来てくれるかなって。
だから何とも言えません。一緒に里帰りしましょう。でもこうやっていっぱい広島行くよとか当たりたいって言ってくれててすごい嬉しい。安心する。そう、ずっとアンが凱旋ね、広島行きたいってやりたいって言ってて、その時は絶対行くからねってアンズがめっちゃ言ってくれてて、本当にね心強い。だから早く早く言いたかったの、このツアーの決定した時もうね行っちゃいそうだった。なんか私偉いなって思った。こんなよくも我慢したよ私。早く言いたくてしょうがなかったんだから。私よく我慢したわ。東京から行ってお帰り言うわ草言ってね。偉いでしょ私、ちゃんと我慢できたんよ。そう、もう本当にね言っちゃいそうだった。もうその日に言っちゃおうかなって、もう一瞬頭よぎった。嘘嬉しさ隠すの大変だった。私の今の複雑な気持ち聞いてくれる？いっぱいの方が応募してくれたらすっごい嬉しいのやっぱり。でこうやってこうみんなが何食べようかな広島でとか考えてくれてることは本当にすっごい嬉しいから。でもそういう方がもしのもし外れちゃったってなったらすっごい嫌なの。みんな来たいって思ってくれた人みんなに来てほしいの。でもなんかやっぱりその広島も落選でチケット取れないぐらい広島も行きたいっていう人がいたよっていうのもやっぱり嬉しい気持ちもあるの。だから私のこの複雑な心は今もう本当に入り混じっている。でもみんなに来てほしいの。来たいって思ってくれてる方全員にどうしたらいい？この気持ちなんかもう矛盾してんの心が。津田スタジアムでやる？スッカスカになっちゃうけどいい？みんな5個ぐらい席隣空いてるかもよ。1日5公演、5公演目多分ほぼメンバー白目向いてるけど、それでもよければ5公演多分、いや4公演目も多分白目向いてるかな。でも3公演目が半目ぐらい。そう、ね、多分2公演目まではみんな元気だと思う。でも3公演目半目、4公演目白目、多分5公演目多分白目も向かん寝てるかな。どう？それでもよければやりましょうか。そうね、1公演目朝8時から開演して9時、10、まあ、2時間するとして10時、で次12時から1、2時、次3時から4時、5時、次6時から6時、7時、8で8時から9時、10時、あれ？もう10時アウトね。前日入りしなきゃダメね。そういう問題？そういう問題かな。お話かんや。それな？
五部やってるお話し会と一緒や。一緒に白目公演する、一緒に睡眠公演する、まあ、それもちょっと楽しそうだね。でもなんかさ、多分メンバーはそれは多分あれ求めてない。でもなんか私は結構そういうライブとかで一回追い込んでみたいのね。自分の限界を突破してみたいっていう気持ちがあって、だから一日、いや無理よ絶対無理だけど、なんかちょっとやってみたい気もする。なんか無理でしょって思うことを達成した時の気持ちってすごい嬉しいじゃないですか。でも達成できなくても、なんか達成っていうか、でもちょっとやりきるみたいな。なんか例えばなんだろう、なんかあるじゃん、なんて言うんだろう、なんか自分がどこまでできるのかみたいな、何曲連続とかさ。でも1日3公演は結構あるんじゃないかな、ないのかな。でも正直1日2公演も体力的にはやっぱ大変なんですよね。まあそれは1日1公演よりかは大変じゃないですか。でもなんかもうそれを超えたら大変とかもういう気持ちじゃなくなるんじゃないかなって思って、なんか限界突破みたいなことをすごいなんかしてみたい気持ちがちょっとある。うん、 MC なしでどこまでいけるのかみたいなことをちょっとやってみたい。 M なのか私は、違う、なんか M ってわけじゃない。全曲 MC なしとか、恐ろしい恐ろしい。なんかちょっとまあ無理だけど、なんかちょっと興味あるそういうの。っていう謎の話をして終わります。そのアドレナリンってどれだけ出るのかっていう、MC 腹話術、そっちのが疲れちゃうわ。まあそんな感じで終わりたいと思います。そろそろ終わります。13位から読みます。13位がいとこんさん、12位がひろやんさん、11位がとも、10位がたーくん、9位がレグルスさん、8位がとっしんさん、7位がユーシスさん、6位がたけるん、5位がはたけさん、4位がゆかりん、3位がおかぴーさん、2位がスタドリパパ、1位やさしなゆいさんです。ありがとうございます。ランダム3人、1人目 QT8G さん、2人目ななっこりーちゃん、3人目くるくるさんです。ありがとうございます。ではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキーです。それではおやすみ、また明日ね、バイバーイ、おやすみなさーい、さよならー。